最初のワークですけれども、東京ユニバーシティオブサイエンスの、まあ、マラトリーマラトリーのご発表で、失礼しました。デザイン&インプリメンテーションオブアスリーパーティクラルバックドハンドシェイクフォーセキュアグルーピングオブ Wi-Fi IoT デバイス。はい、お願いします。はい、マイクなしでいけますよね。はい、聞こえるかと思うんで、まあ、スクリーンが小さいんだけど、まあ、頑張ってみます。話として、まあ、よく出てる図かと思うんで、あの 4G か 5G か何 G か、よく私も一応よくわからないんで、あの一応 4G プラスとかにしても、こういう話が出てます。その中で、この発表が D2D と M2M ですね、M2M、マシンとマシン、ディバイスとマシン、デバイスとデバイスっていうか、その辺、あと P2P の部分もあるんで、その辺に集中して、なんかいろいろ頑張らないと、この辺でもう混雑を避けることできないっていうのが中心ですね、今日のテーマとして。ただ、残念ながら 4G とか 5G にしますと、やっぱこう G2G、M2M って言われるのが、あの、デバイス同士じゃないんです。デバイス同士ではなくて、デバイスがインフラを借りて、こうインフラ経由の経路を作るっていう話になっているようです。よっていうのがまだ実装されていないので、どうなるかって誰もわかんないと思うんで、そういうような気がします。インフラを借りながら、あの、デバイスがお互いに、あの、デバイス同士の接続を張るっていうような形になってるかと思ってます。で、私の経験だけど、それと違って、もう実際の P2P ですね。実際にあのデバイスがあの一緒になる、直接喋るっていうようなことにしましょうかっていうのがテーマになっています。これなぜかというと、まあ、また別っていうか、今の発表の中もあったかと思うんで、あのデバイスのグループ化がまたあの大まかなテーマになっています。デバイス、あの単品のデバイスだけではなくて、やっぱグループになった形でなんか一緒に活動を行うっていうのがテーマなんですね。なので、まあ、今までのパターンでいくと、やっぱデバイス、まあ、人かデバイスどっちにしても、クラウド経由ですね。クラウドに一旦上がって、なんかどうすればいいかっていうのは、こう、リクエストを送るんですね。リクエストに答えが、じゃあそれを後ろかっていうの答えが出てきて、それに従って、あの、活動を行っているわけですね。それを、まあ、大まかに、まあ、パラダイムシフトみたいな形で大まかに変えるっていうことですね。と何が変わるかというと、あの、ラストリゾートっていうのが、もうクラウドにできるだけ、クラウドを叩かない。クラウド側の API があっても叩かないような形にしましょうということですね。代わりに何を使うかというと、まあ、できるだけ P2P ですね。あのデバイス同士で何か喋るということをあの主に使ってあの通信を行うということですね。その中で3つもあります。1つが今日のテーマになっているのが SSID だけを使ったパターンですね。あとビーコンスタッフィング。これ残念ながら非常にあの面白い手法なんだけど、今でも実装、ラズバリーパイぐらいだったらなんかできそうな感じはするんだけど、Android 系でしたら全くアクセスできないような形になった。また別途でお話しします。あともちろん3つ目が、スループットもっとも出せる。ごめんなさい、なんか飛んじゃった。スループットもっとも出せる P2P っていうのも使えるんですね。それはまあ Android にしても、あのラズベリーパイにしても、今でも使えるような状態になっています。皆さんがミラーキャストみたいなあのプロトコルを多分聞こえてると思うんで、そのプロトコルが基本的に P2P Wi-Fi になっています。あと今日の話を中心にしますと、3G、あの3パーティーハンシェイクっていうのがあの中心となります。それがやっぱグループ化するときに、あのデバイスがお互いそのままで自然に信じるっていうことはないので、まあ、自然に信用するよりクラウドにちゃんと聞いて信用していいですかっていうのはちゃんと聞いてこれを確かめた上でグループになるっていうような形を考えています。で基本的に、まあ、やっぱクラウドがないといけないんで、あのスリーパーティーというか第三者は絶対にクラウドです。これなぜかというとセキュリティクラウドがないとセキュリティ守れないです。基本的に例えばデバイス同士だけでたら、例えば、じゃあ、Mac アドレスでなんか登録する、ペアリングとか、まあ、いろんなことがあるんだけど、それでも信用できないんですね、人が。あの、隣の人が本当に信用できるかとか、もう直接聞いても、なんか信用できるかできないかっていうのを、まあ、確かめるのが非常に難しいっていうことなんですね。なので、代わりに、クラウドに聞きましょうっていう話ですね。というか、デバイスがクラウドに聞いて、私今隣にこういう、
あのアクセスポイントがあるんだけど、それに侵入していいですかっていうのを聞くんですね、直接。で、聞いて、侵入していいですよっていうのが返ってきたら、じゃあ、侵入する。侵入するっていうのは、ちゃんとグループになることを許すっていう話ですね。そこで、まあ、いろいろできるっていうのが、あの、確かですね。っていうのが、まず、あの、SSID っていうのが32文字までですね。あの32字まで使えるんで、で、結構ハッシュキーとかを生成して、そのハッシュキーを使ってなんかいろんな話を伝えるっていうことですね。いろいろできるんで、まあ、こう一応、例えが2つぐらい載ってるんで、1つの例えとしてちゃんと、あの、1人のユーザーがクラウド上にちゃんとアカウントを持って、そのアカウントかポストごとですね、まあどうするかっていうのは別の話です。まあ何らかのアカウントの中のアカウントを使って、アカウント中心で、じゃあこれ私ですよっていうのを自分から発言するっていうことですね。というのがハッシュキー、自分の SSID が、あの SSID 中心なんですね。自分の SSID がアカウントになるわけですね。で、そのアカウントをクラウドも知ってるし、相手がクラウドに調べればちゃんと信用できるかどうかっていうのを確かめること可能な形ですね。すごい単純に言うと SSID を、まあ、通信のメディアとして使うということですね。はい、あともう一つのパターンが直接のしゃべりということですね。ちゃんと SSID を何らかのパラメータに設定して、それをハッシュキーとして使うんですね。相手がそれを見ればじゃあ 何かを分かる。例えば私今あのグループになりたいなっていうのを、まあ、自分から発言して、相手がそれを、まあ、ちゃんとあのセンシングができた上で、じゃあグループになるかどうかっていうのは自分なりに考えるということですね。一応テーマとしてちゃんと SSID が32文字の文もあるので、ちゃんと使いましょうっていう話なんですね。で、次はまあハンドシェイクそのものですね。まずもう一回 SSD を中心にしたものになるので、やっぱり SSD に何らかのパラメータを設定して、相手がそれを見てもらうというような形になっています。それを中心にやっぱハンドシェイクを設定しています。まあ単純に聞こえるときは結構いろいろあるんで、あのまずポーリング型にしましょうというのが IoT なので、スマホにしても一応 IoT なんですね。ちゃんと電力的にできるだけ電力を食わないような形にしましょうというのが多分あの条件になっているかと思うんですね。そういう条件なので、すごい頻繁的にこう対応するんじゃなくて、ポーリングですね。例えば1分1回ぐらいのポーリングの頻度を持って、そのポーリングした後にこの感覚で何か行うという話ですね。で、例えばあのクライアント A がポーリングの中で、じゃあ私今グループを探してますよっていうのは流して、クラウドがそれに気づいた瞬間、もうすでにそういう API を持っているので、クラウドがハッシュキーを返すんです。その瞬間、ハッシュキーっていうのはちゃんとこれグループを探しだよっていうのはちゃんと登録が内部で行われて、それをベースでハッシュキーが出てきます。で、クライアント A がその瞬間なんですね、返ってきた瞬間、このハッシュキーを自分の SSID にするっていうことです。すごい単純です。何の秘密の部分も何もなくて、ハッシュキーそのままで SSID になるわけですね。その後、相手 のクライアント B があの結構活動というか、いろんなことをしてくれないとあのグループができないで、どこまでしてくれるかというと、普通にチェックインしたときに、まあ、ポーリングですね、もう一回。クライアント B がポーリングしたときに、クラウドがクライアント B の隣にクライアント A がいるっていうのが分かるんです。何で分かるかというと、クライアント B が自分の周りのSSID を全部収集してクラウドに送るんです。なので、もう基本的にあのつなぐことできるかどうか、ちゃんとあの近傍にいるかどうかっていうのは確かめること可能なんですね。クラウド側でそれを確かめて、もしクライアント A の隣でしたら、じゃあ今クライアント A からリクエストが来てますよっていうのはクライアント B にあげる情報として、でそのベースでまあ、結構こう往復2、3回ぐらいかかるんだけど、最終的にクライアント B がそれをアクセプトするかどうかっていうのが結構あのメインなんですね。アクセプトしてくれればハッシュキーが出てきます。もう一つ、二つ目のハッシュキーが出てきたら、あの A と B がこの A と B の間の接続っていうか、 SSID を使ったような接続が可能となるわけですね。あと最終的にもちろん SSID だけで喋るっていう、まあもちろんできるのができるんだけど、それだけじゃなくて、やっぱスループットとか出したかったら、やっぱダイレクトですね。P2P Wi-Fi とかを使ってダイレクトで喋るのも考えられる形になっています。はい。まあ非常に単純、やりたいのが非常に単純なんだけど、それでも結構複雑なあのハンドシェイクの手続きがかかるっていうことですね。で、それをモデル化、まあ、実際に確かめてみた後、実装が後で出てくるんだけど、実装は可能です。実装は可能なんだけど、
それを自分なりにこう部屋で歩いたりとかするのが非常につまらないので、もうちょっと規模的に大きい、例えばスタジウムぐらいの規模ですね、そういう規模で確かめようかなと思っていて、やっぱトレース実際のトレースですね、人がどう動いたかっていうのをそのトレースで撮った上でモデル化をしてみました。どういうモデル化というと、やっぱクライアントと A と B が自由っていうかすごいレイジュですね、これすごいゆっくり動いているっていうパターンですね。でこの何々でレイジュっていうのがもう頻繁的にやるとやっぱもう一回電力食っちゃうっていうのが問題になるんで、電力食わないように例えば30秒1回ぐらいの頻度で確かめるっていう形で、まあ、ポーリングですね。そこでまあレイジのポーリングから一旦気づいたらディスカーベリーですね。ディスカーベリーというのは先ほどのハンズシェイクの手続きが行われるっていうことですね。それが済んだ上でじゃあもう相手になれるっていうことが確かめられているので、じゃあグループからか、まあP2P Wi-Fi を使ってちゃんとスループを出すというような形に入ります。で、どれほどかかるかっていうのが、まあ、実装してみたところで3秒から5秒ぐらいはかかります。ホットスポットを、落としてっていうか、シャットダウンして、再設定を行った上でもう一回立ち上げるのに3、5秒ぐらいかかるんですね。それがまあ30秒ぐらいの間隔でポーリングを行おうと思えばまあ1分ぐらいかかるということですね。結構まあ幅が結構広いんですね。こうどれそういう手続き、こう退院手続きって言っても、そういう退院に時間いくらかかるかっていうのはもうすごい幅があるということですね。あと、まあトレースを元にしてモデル化かつシミュレーションしたかったので、まあ、ちゃんとしたトレースがないといけないですね。この研究の中で使ったのがクローダードよく知られているかと思うんで、いろんな実際の場所 の, モビリティトレースですね、ちゃんと人がどういうふうに、まあ、GPS ですね、中心にして、レースがいろいろ上がっているんで、その中でステートフェアですね、それは非常に、まあ、祭りです、基本的に。祭りの中でなんか人が動いているというようなトレースになっています。その中で、ペアですね、ペアエンカウントですね、ちゃんとペアがお互いに、一人がお互いにと会ったっていうのを、こう引き出さなきゃいけないんで、一つ一つ引き出したんですね。1000個ぐらいです。1000個っていうか、ちょっとペアが、ランダムな人が別のランダムな人と会ったっていうのを、その退院なんか場面みたいなことですね。そういうのが1000個も引き出したっていうことです。一応、これが全体です。トレース全体の動きですね。人がまあ数時間にわたってなんかいろいろ動きしていたんで、それだと結構難しいので、会った瞬間ぐらいですね。会った時から2分前と2分後ぐらいの中の動きですね。そうすると結構集中できるんで、ちゃんと例えばもうどんどん近づきながら、そこでやっぱポーリングしながら気づくかどうかっていうのは結構時間がかかるということもあるんで、あと一番近くに来た後にまあ離れるっていうこともあるかもしれない。そういうのが結構モデル化というか使いやすくなるので、そういうような形でモデル化しています。あとまあそういうのがまあ先行も引き出したので結構いっぱいあるんです。今時間が少しあるのでちょっとパーンと動かしましょう。こういうふうにまあすごいいろんなパターンがあるんです。一人が例えば立ちっぱなしでもうほとんど動いてない人と非常に動いてる人って、まあ、いろんなパターンがあるんで、そういうのがまあ先行、あと道道ですね、祭りみたいなものなのでやっぱ人がどこに座るかも決まってるんで、基本的に決まった経路の上で動くっていう、あとスタジウムですね、どっかのスタジウムの上で祭りっていうスタイルなども結構丸い形の経路が多かったと思っています。じゃこんな感じですね。こんな感じの先行をランダムで引き出したということですね。なぜ先行かというと、大体代表っていうか、この先行の中で一人が別の一人と会うパターンとして大体全部ぐらい統計的に集めてるんじゃないかというのが言えるかと思って、そのためなんですね。で、これを実証で手に入れた後に何ができるかというと、もう先行の場面があって、その全ての場面にとしていろんな条件を与える。条件というか、ちゃんとポーリングに、じゃあ30秒ぐらいの間隔でポーリングを行うということで、あと、まあ、簡単に言うと、どれぐらいの時間がかかると、どれぐらいの距離の中で通信できるかっていうのをそれを条件にして、条件を どんどん少しずつに絞りながら、場面がいくつ
いくつの場面がそれで対応できるかっていうのを調べています。すごい単純ですね。こう絞ちょっと 絞って場面がどれほど減ったかっていうのを見てるんですね。そういう簡単に言うと。で、まあ、非常に単純なとこなんだけど、これ場面 の密度マップですね。どんどん絞りながら、絞りというかセッションがどんどん長くなる傾向と、距離が絞るというか逆の方向で絞っちゃうんですね。距離が近い、下縦軸の下に行けば行くほどやっぱ絞られるっていうのが、距離がやっぱ短い距離じゃないとダメっていうんですね、条件として。で、横軸がこっちの方に動きながらどんどん長くしないといけないということですね。それ結構頻繁的じゃなくても、例えば1分1回ぐらいの間隔でポーリングを行うということですね。こっち側は絞る、下に向けて絞るっていう形で、一応こういうのが出て、あと数字そのものが場面の比率です。それぐらい、こういう条件でしたらそれぐらいの場、全体の中でそれぐらいの場面しか対応できないっていうような形になってます。ちょっと残念ながら 55% は一番楽にしても 55% ですね。っていうのが、半分ぐらいの場面の中でちょっとだけ触ったんですね。触ったっていうか、あの距離の中でちょっとだけ近く来て、その後離れるんですよ、その瞬間。そういう場面が結構多かったっていうことです。まあ、祭りなので結構動きやすいかと思うんで。そういうのが、まあ、非常に出てるかと思うんですね。あと、まあ、使い物になれるのが大体、まあ、この辺ですね。20% ぐらいっていうのが5分の1ぐらいの、場面が使えるっていうことですね。別に、まあ、今、少し色をつけたのが使い物になるんじゃないかということですね。例えば 10秒、15秒、30秒ぐらい、あと距離で15秒、20秒、20メートルぐらいの距離にいる人ですね。そういうのが結構多かったので、まあ、っていうか結論として言いたいのが、だいたい 20% ぐらい、場面の全体の中で 20% ぐらいが、まあ、ちゃんとアプリケーション、こういうアプリケーションをこういうクラウドの上で載せるっていうのがちゃんとできるような状態になってるんじゃないかと思っています。はい。以上ですが、もうプロトタイプ全部手元に入ってます。Android、まあ、選択肢としてはラズベリーパイでやるか、Android でやるかっていう選択肢がある、かと思うんで、ライブラリー、今のところで 3G とか、まあ、対応してくれないんで、うまくしてくれないので、Android をベースにしてやってる。なので、まあ、イメージとしてちゃんとボロいスマートフォンを引き出して、この箱に閉じちゃって、こういう機械を、IoT の機械を作っちゃうという感じなんですね。それで非常にうまくいってるかと思うんだけど、Android 6以降が少しきつくなっています。ランタイムパーミッションというのがちゃんと強化をランタイムで上げなきゃいけないということになっているので、非常にめんどくさくなっています、開発が。だから別に問題はなくて、それでも一応プロトタイプがちゃんと動いています。以上です。ありがとうございました。それではご質問、ご意見いかがでしょうか。私の方から、はい、日本語で大丈夫ですか。大丈夫です。セキュリ、SSID は32文字で、セキュリティ的にはこういうアプリケーションってどうなんでしょうか。近くにいることが前提だから大丈夫なのか、はい、それともなんか成りすまして悪さをするような可能性があるのか。はい、成りすましてもちろんセキュリ、まあ大目もそうなんで、セキュリティ持ってるのがクラウドが中心になってるからです。クラウドが全部クラウドとしていく形になっているので、まあ、クラウドに信用できないともちろん別の話なんだけど、クラウドに信用できる限りセキュアです、こういう技術が。 SSID を渡したっていうか、渡すときに、どっかでそれを解読してて、 SSID が自分なりに発行するものじゃなくて、クラウドが発行してくれるもの、クラウドが発行してくれるような、はい、そこだけがセキュアです。で、なりすましができるかどうかっていうのを聞くと、まあ、もし一人、相手が同じクラウドを使って、同じ API を使って、そこまでなりすますことできれば、まあ、もしかしてできるかもしれないですね。だから、クラウド側は今の経験でいうと、非常にセキュアですよね。例えば、Amazon のどっかのサービスの上で API を設けるっていう形になると、非常にセキュアです。なるほど。かと思ってます。一応皆さんがリアルタイムでこう物理的に会うとともに、クラウド上にも会うというようなことなんですね。ネットワーク上で会っているところが、上にも会うので、上にちゃんと会わないと、ここも接続を
は許されないという形になっています。なるほど。まあ、簡単に言うとこれ車とかに設置しようかなと考えているので、車が車同士で駐車場で止まっているときにもう誰も使ってないから、じゃあクラウドストレージとして使いましょうというサービスにこれを持っていこうかなと思っているので可能です。そういうのはい、わかりました。他にご質問を置いていかがでしょうか。もう一つ、先ほどのデータというのは何かお祭りかスタジアムのところで取られた。はい。あとクロダードっていうのが非常に有名なモビリティテレース のデータベースになっているので、ステートフェア祭りみたい、ステートフェアっていうのがちゃんとフェアですね。はい。あ、そういう日本アメリカのどこかの何々州のフェアっていうような形になっているかと思う。あとそれ以外だったらまあ大学ですね。韓国の大学よくいろいろ上がったりとかしてる。あとニューヨーク大学とかね。その辺で一応いろいろ上がってるんで、そういうのは実際のテレースなんですね。実際の人が動いたものなので、それをなんかモビリティパターンとかに基づいて発行するんじゃなくて、こう実際のものを使った方が非常に自然と近いんじゃないかって。で、先ほどの結果のそのパーセンテージが出てたんですけれども、はい、その秒数っていうのは、そのクラウド上でやり取りする秒数は、そんな大したことはない。オーダーが全く違うんですか。実際にその物理的にいた、近くにいた距離でそのパーセンテージは支配されているのか、それとも、やり取り、その SSID の認証にかかる時間も、そのパーセンテージに影響してくるか。で、ディスカバリーが、クラウドと喋る、ちゃんとクラウド上の API を叩くっていう時間が全部ディスカバリーの中に含まれています。で、今までやってみたところで、もうすっごい極端ですよ。こう例えばホットスポットを落として再設定してもう一回立ち上げるのに3、5秒ぐらいかかるんですね。それをクラウドの API を叩くと比較するともうほとんど時間がかからないということなんですね。はい、もう半秒もかからないです。100ミリ秒以内に返ってくるので、もうすぐなんですね。なので基本的に物理ですね、ローカルのものが一番時間がかかるというのが言えるんですね。でかかるのがこの再設定、ホットスポット自分の再設定してもう一回立ち上げることにも、あともう一つがやっぱ頻繁的に探してない、探したくないんで相手を、電力食っちゃうからね、力食わないでやっぱ30秒1回ぐらいのこう頻度になっちゃうとやっぱ時間がかかるということですね。でもそういう意味ではやろうと思えば非常に効率がよく短時間でコネクションができて、はい、やり取りができる。はい、省電力化とかを考えていて、まあ、結構絞られています、条件が。結構絞った感じの条件でも、まあ、半分ぐらい、場面の中で半分ぐらい通るというような形になっているので、非常にいい感じになっています。わかりました。はい。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次の番組に移りたいと思います。どうもありがとうございました。次の番組ですけれども、異なるエリアを展開する、CC のキャリアアプリケーションにおける実装の制度方針と題しまして、CCの